京都は宇治のアルペンのアウトドア専門体験してまいりました。ちょっと子供の遊ぶとこがあったんだよね。あとは買わなかったです。何を買ったのかというと寝袋。早速寝袋パコッといた6万円するわ。すごすぎー。おお。イエーイ。マグジョーさん、どうもマグニーです。マグジョーです。まあ、前回もね10万円強のお買い物させていただきましたが、今回はですね、まあ、同日ですけど同じ日に買いに行ってんですけどね、今回はもうロゴスの内容ということで、まあ、1回の動画では紹介しきれない内容だったので今回このようにね2つにさせていただきました。ちょうど、アルペンとロゴスということで、じゃあロゴス編に行こう。はい、もうカメラが、回ってるよ。どうしよう。だからお父ちゃん遅いよ。よいしょー。お父ちゃん遅いよ。ごめん。さあやってまいりました。これがね皆さん。重たいからなこれね。17.3kg。プレミアムパネルグレートドゥーブル XL。5人で泊まれるテントということで、実際にこれもね、ロゴスさんの方でね、組み立てさせていただいて使った感想がこれだなと。まあ、前回の動画をご覧いただければね、少し分かっていただけると思いますけれども、あのエアーマジックっていうそのロゴスの空気だけで膨らむテントも膨らませたし、これも膨らませた結果、組み立てた結果やっぱこっちが良かったということになりました。ポールで立ててね、あのピタッと組み立てるというか立てることができたので、こっちを気に入って立てさせていただきました。これをですね、この家でね広げるわけにはいかないし、もう広さ的には足りないですね。数字だけちょっとお伝えすると、はい、プレミアムパネルグレートドゥーブル XL、総重量 17.3、 奥行き、じゃあ幅290、横幅はほぼほぼ 3m、 奥行きがなんと 5m40、 めちゃくちゃ広いじゃん。で高さが 2m100、 インナーサイズと書いてあるのはインナーテントのサイズでございまして、テントのサイズが奥行き270の幅270の高さが175ということで、私は立てないぐらいの高さかなというところでございます。なんとですねこちらセットになっておりまして、防水マットっていうのはテントの中に敷くインナーマットってやつですね。でそれと、グラウンドシートっていって、そのインナーテントの下に敷くもの、も一緒に付属しているということで、こちらも、ね、理由となってこのテントにさせていただきましたと。はい、この出来上がりのテントのお写真をご覧いただくと、緑色のポール、黄色のポール、赤のポールっていうのがございまして、それぞれなんとね刺すところが同じ色になっているので、立てる時に非常に分かりやすい。これ実際店舗で立てたんですけど本当に分かりやすかったです。一人で立てようと思うと多少大変なんですが、できなくはないって感じのレベルです。単体の値段で言うと98,000円というふうになっております。アルペンで買うより安かったという結果でございます。なのでねこれをねまた使って家族で行きたいと思っております。いいね。よいしょー。重たいんですよ。17kg もあるんだからこれ。ほっ、こちらなんですが、うちのマグジョーさんが座れる可愛い椅子です。後で組み立てたいと思います。そしてよ皆さん、これを見てほしい。わかるこれ、はい、車の後ろに、引っ掛けるやつですね。車中泊をする際に着替えスペースの確保とか、まあとにかく外から見えないようなね仕組みになっているものをこの中で作ることができると、まあ、簡易的なちっちゃいテントが後ろに出来上がるみたいな。寝るときにこれで寝てると、外からの誰かの侵入をね許してしまうことなんで、それは多分危ないと思います。この入れ物ね、防水スプレー、ペグ、この3つ、テントお買い上げのお客様にだけセットでおいくらっていうやつで、これは3つ、3点セット買わせていただきまして、ちっちゃい保冷剤、この保冷剤、実はこれ1個持ってるんですけど、で、ペグ、今持ってるペグの数では、先ほどのテント数が足りませんので、謎のコップね、枕カバーね、サイフォン式のコーヒーを入れるやつでございます。妖怪やな。それでは枕カバーまず見ていこう。コールマン歯メーカーね、これをねちょっとちっちゃくして、はい、ちょっと形はいびつでありましたけど、コールマンのやつでもなんとか入ったよ。私が購入したペグ、はい、ご覧ください。前は真っ黒なやつ使ってましたけどね、まあ、同じ長さの、銀色のやつ、防水スプレーですね。ロゴスで、よく売って有名なやつでございます。もう一個ペグ、これはあのセットについてきてたやつにあったペグなんで、嬉しいプラス用意。先ほどの、こいつの短い版ですね。
30センチと20センチ。開けましょう。ほわー、こういう袋ですね。結構ちっちゃいですね。これを使った車中泊の動画が上がることをぜひ楽しみにしておいてください。クリアエスプレッソメーカー。やっぱほら、キャンプとかさ、バーベキュー行ったらさ、うん、コーヒー飲みたいやん。朝コーヒー飲みたいなるよな。わかるしわかるじゃないですか。え、サイフォンって思うでしょ。いい音するやんか、またこれ。ここに、お粉。ちょっと取れるんですか、これは。あと、今やんか。あと、ここに、水。ここに、コーヒー。こう、閉めます。はい。直火やねん。はい、てか、うちで言うさ、ブックグリルとか。はいはいはい。あれの上に。炭の上に置けると。ブク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 ってコーヒーができるわけですよ。はいはい、上がってくるってことですね。ほんならもうこここうして、お兄さんどうぞ。おはようございます。見た目も可愛いし、ほら、だからエスプレッソも普通のコーヒーも作れるから。エスプレッソなんかどないですか。あ、水少なくしたいんだけの話。なるほどなるほど。ちゃんと変えてくれてはるから、エスプレッソの量と。そうそう、コーヒーの量と。あ、なるほどなるほど。っていうことなんですよね。前から欲しかった。これグッドチョイスですよ。結構高いね。4,500 円ですね。あ、こちら4,500 円ですね。だから別にバーベキューしやんでも、こう、これでコーヒー。コーヒーはね、自分でじゃあ美味しいの入れましょうかって。インスタントのコーヒーとはまた違った感じの味わいがね。これだから、俺前買った紹介してないかもしれないんですけども、まあ、結局2つ目買いましたですよ。お兄さんがなんかどこぞ行った時に買ってきたやつ、ね、買ってきて1日以上は冷えてた感じだった。まあまあ、あるところキャンプ行った時に、そうそう、次の日持って帰ってきても冷えてたから、そうそうそう、もうなんかおかしになってて、私もあ、冷蔵庫でちゃんと冷やして帰ってきたんやと思ったけど、よう考えたらキャンプやと思って。そうそうそう、冷やすところ一切なかったんで、そうそう、ずーっとこれに入ってた。これバッグにこれ入れてってことですね。ってことはこれがもう一個あれば真夏はもういけるんじゃないかなと思って、これからなくなるし。まあそうですね。ってことで買いました。もう一個、はい、シリンダーに直接入れてずっと冷やせるみたいな。一緒にだからペットボトルも一緒に入れたりとかっていうことですね。ただうちの場合は、はいはい、マグジョーさんがもうほらチョコレート好きやし、冷たいジュース好きやし、アイス好きやし、でも春から夏の間は常にこんなちっちゃいクーラーバッグみたいな、あールーさん用のね、持ってその中にそうそうのを入れて、うんうんうん、チョコレートやらジュースやらをな入れててんけど、もうこうやったら完璧やんだって。持ち歩いてていいじゃないですか。キンキンやん。まあだからキャンプは特に関係なくて、普段の生活として使っていこうというやつですね。そうそう、これかこれは一体何のために。濡れたやつとかナイロンね、ナイロンの、これ絶妙な大きさなんよ。これシリーズではこれもね、娘の、うん、言うてることちゃうよ、これどうすんねんって話だけど、うん、買いたてのジュースとかお菓子だとかをもうここに一食単に入れときゃええなとか、うん、サブバッグです。サブバッグ。じゃあ最後これ料理使うんです。料理に使うっすな。だからそれを何の料理に言ってしまったら面白くない。あ、なるほど。それはまた今後 の、 あのファミリーキャンプ、そう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 、楽しみに。これはだから別にこうスーッてする、これのコーヒーをスーッてするために買ったんじゃなくて、なくてホーローだから直でいけるんですよ、網の上に火を当てれるってこと。そうそうそう、はんはんはん、うん、ブックリルの上で。なるほど、まあいろいろできそうな気がするんです、それでね。だから私はこれは料理用に。オッケー、以上以上。そんなわけでね、ロゴスでもがっつりと買い物させていただきました。合計の金額をお伝えしたいと思います。合計金額124,590円。はい、私のペグボックス、おー、新しくペグが追加されました。めっちゃ軽いしな。ご覧あれ、ラブジョーさんのお家ですからね。うん、ありがとう。コンペイトンやん。はい、こういう形の椅子ですね。こうやって広げたのうちに、まだ、ちょっと待ってくださいね、まだ座れないんですよ。はい、このように3箇所ですね。あ、ありがとう。はい、できたー。どうぞ、お座りください。最後はこちらのロゴスの椅子でございました。多分新シリーズやと思う。新シリーズですか。はい、森さん、これで間違ってないかちょっと確認しろっていいですかね。わかりました。完成品を私ちょっと今把握してないので。なぜここはね、クリンクリになるんです。 あ、そうそう、いいんですね。だからクリンクリになるんです。ここもクリンクリでいいんですか。クリンクリになるんです。あ、じゃあ間違いありません。はい、こうやってね、ここはね、こうなんか動くんだよね。で、ここも後ろもね、こう動くし、ここも動くよな。あ、本当だ。動くやろ。そんなわけでございまして、以上、昨日の動画から引き続きますと、合計金額が20万以上、25万近い線いかしていただきました。採算が合っておりません。今回でご紹介したものや前回の動画でご紹介したものを使って車中泊キャンプどんどん行きたいと思います。それから夏なんでね、皆さんもぜひご参考にしていただければと思います。
よろしくね。下だ、上だよ。どこでもこの辺だよ。どこでもいい。次の動画も見てね。どこまでも、こっちでも、こっちでも、こっちでもあります。ここまでも。言えない、言えないですけど。